まあでも本当に、まあ、試合を重ねるごとに、まあ、自分としても自信はついてきましたし、本当コンディションも上がってきているので、まあ、あとは本当チームとしての結果に直結するような、まあ、ゴールだったりアシストを個人としてはできればもっと上のレベルに行けるのかなと思います。まあ、ちっちゃい頃からの夢だったプロサッカー選手になるということを本当に、まあ、この広島という素晴らしいクラブで、まあ、叶えることができて、まあ、憧れであったトップチームでもうエディオンスタジアムでデビューすることができて、まあ、自分の中でも嬉しさと、まあ、まだ実感が湧いてなかったんで、まあ、本当にプロとしてのスタートを切ったなという実感が、まあ、改めて実感しました。まあ、自分の強みは、まあ、積極的なプレーからの、まあ、本当ドリブルだったり、まあ、本当シュートには、まあ、自分は自信を持ってるんで、まあ、ゴール前でシュートを打てる機会があれば、まあ、どんどんシュートを打っていければ、自分の強みがもっと発揮されるのかなと思います。まあ、やっぱり、まあ、自分的にも初めてやるポジションなので、まあ、ポジショニングだったり、まあ、本当にクロスの質だったりっていうのはすごい求められて、まあ、難しさもあるんですけど、まあ、やっぱそこには、まあ、慣れていかなきゃいけないですし、プレーのクオリティをもっともっと上げていければ、まあ、サイドだけじゃなく、まあ、前線のポジション全般的にできれば、まあ、自分としての幅も広がると思いますし、チームとしての戦術もいろんな戦術を組むことができるので、まあ、そういう戦術の中で、まあ、自分が中心的な存在になれるように、もっと一つ一つのプレーを、まあ、こだわっていかなければなと思います。少しでも上位にランクインできるように、まあ、もっともっと個人としてもチームとしても、まあ、成熟していかなければ、まあ、今の状態じゃ厳しいと思うので、まあ、そこに食い込んでいけるように、やっぱ自分は点を取ることが好きで、点を取ることにこだわりを持っているので、まあ、2桁得点と、まあ、チーム内得点を目指して、もっともっと自分がチームを勝たせるんだって思うぐらい頑張りたいと思います。浩二さんはですね、はい、開幕前から満田選手期待寄せてましたけれども、もうそれ以上ぐらいの活躍になってるんじゃないですか。まあ、こんなにね、こう早く出場機会を得るとは思っていませんでしたけど、まあ、ただこう彼のプレースタイルをね、こう見ていると、まあ、本当こうハードワークもできるし、まあ、攻守においてですけど、それプラスアルファでもボールを持ってば、まあ、シンプルにこう縦に行くんですよ。できる限り、まあ、ボールはね、しっかりと保持したいっていう、こうまずはこうミスをしないっていう、こうプレーにね、まずは専念するところなんですけど、まあ、彼はこうね、出場すれば、まあ、リスクをね、少し冒してでも縦に速くっていうところでこう体現できる選手ですし、まあ、前につけるってことはよりこうスペースもなくなったり、相手のディフェンダーにね、こうボールを奪われるシーンっていう、まあ、そこがこう頭の中によぎるとは思うんですけど、ただこう仕掛けていく、ドリブルでも仕掛けていきますし、まあ、ワンツーでもう一度ね、出した後ももう一度動き直して、確かに。ワンツーでもらおうとしますし、その判断にこう迷いがないというか、早いですね。掛本さんどうですか？先発、最初は J リーグ最初先発選手だったじゃないですか。ね、G1 に選ばれたのが絶対悔しかったと思うんいや、ですそようでね。しょね、それをルヴァンカップで結果出して、今はまた先発で出てるじゃないですか。満田選手が初ゴールした時に、大迫選手がキーパーの位置から抱きつきにあれ来はた感動的シーン。なシーンでしたね。そう、すごい感動だったし、あの試合4人ともメンバー入ってたから、同級生、満田選手、大迫選手、川村選手、千葉選手、試合終わった後4人で写真撮って、嬉しそうに撮ってる写真とか見たら、最近ああいうの見たらもうちょっと泣きそうになりますよね。ねえ、もう掛本さんもやっぱり涙腺がね、年々弱くなってましたからもうね。本当にあんな嬉しそうな写真を家帰って見た時に、もうよかったね。母の気持ちだよいや、ね、本確かに当ね。にそういしかもみう。んなが同じ道筋じゃないんですよね。ユースからトップに昇格した者がいたら、大学を経由してくる者、ね、また別のチームから戻ってくる者っていうのがあったりとかね。ねえ、みんな、でも広島のサポーターさん、みんなその気持ちになって、あの写真見たと思うし、もう私は満田選手のプロ初ゴールのゴールを言わせてもらったんで、それが、確かに。なんか、そっか、それはでも当たりでしたね。そうなんですよね。たまたまね、スタジオも DJ その日はやさせてもらって、そう、初ゴールのゴールは私だっていう、確かに。一人だけ嬉しいんですけどね。いや、それは満田選手にとっても
記憶に残るコールでしたからね。コールって聞こえるんですか？選手ゴールって言われてるの分かります？聞こえます。もちろん聞こえます。プレーしてても、はい、分かりますか？うん、もうそれはもう一生の思い出になるでしょうから ね、はい、私の一生の思い出にも、うん、まあ、今回ねその開幕前に満田選手が活躍するというふうなことで浩二さん予言されてましたけれども、もう予言者森崎浩二としては次ブレイクしそうな選手っていうのは誰になりますか？いやこれねちょっと本当一人もう一人挙げたい選手がいて、うん、今本当こう怪我をしてしまったので、はい、ちょっと何とも言えないんですけど、やっぱボランチの川村選手、はい、もう彼はもっと見たい選手ですかね。これは多分サンフレッチェのファミリーの皆さんも、うん、ね、柿本さんも多分同じ気持ちだと思いますけど、うん、まあ、ルヴァンカップでね、うん、初戦の津田選手と組んでいましたけど、この2人とにかく運動量多いです。追い野津田、うん、追い川村、ありがとうございます。追いこれによってさっきのが使われるこの下りがあるからさっきの下りが生きる。知ってるんですよ、もうテレビのことよく分かるようになりましたから。もう素晴らしい。地域で一番笑顔の集まるスーパーを目指し、広島市内を中心に16店舗を展開するスパーク。ただいまスパーク電子マネー小鹿カード新規入会キャンペーンを実施中です。新規入会と同時に1万円以上チャージするとお買い物に便利な保温・保冷トートバッグをプレゼント。また今月23日土曜日はスパーク小鹿カードお買い物10倍デーです。小鹿カードで支払うとポイントが通常の10倍になるビッグチャンス。新鮮なものを安く、毎日のお買い物はお買い得商品がいっぱいのスパークで。広島発のメンズアイドルライブ、エムズアイドルラバーズの開催が決定。広島から爽やかな楽曲と甘い歌声で全国を舞台に活躍する新進気鋭のメンズアイドル神奈翔をはじめ、出演はユイガ独尊、アンビシャス、SFB 福岡と西日本を代表する人気グループが広島に集結。開催は4月23日土曜日、1部12時、2部16時30分スタート。メンズアイドルたちの熱いライブを見逃すな。お問い合わせはワイズミュージックまで。これまでの常識にとらわれない新たなフィットネスの形、フィットネスジムベースワンは、あなたが必要なものを必要な時に必要なだけご利用できるプランをご提案します。広島市を中心に6店舗営業中。フィットネスジムベースワンでもっと身近で楽しいフィットネスライフを始めてみませんか？健康的な体、憧れの美しい体など、なりたい自分を叶えるお手伝いをいたします。詳しくはベースワンで検索ください。